って失敗したアイテム、春のアイテムをご紹介していきたいなと思います。ゆきちさんが10人ほどね、空に舞っていかれたということで、何このだらしない感じ、そしていけてない感じ。はい、本日ですね、買って失敗したアイテム、春のアイテムをご紹介していきたいなと思います。ということで、僕ですね、洋服めちゃくちゃ買わせていただいてるんですよ。ちょっと見てください。このようにこの撮影部屋を過ぎるとですね、このように衣装部屋がずらーっとあるわけなんですよ。で、この衣装部屋の数々、まあこれはダウンジャケットとか、まあいろんなね、ジャケット買ってて、この今回春のアイテムの中でね、どういうのが失敗やったかっていうのをね、皆さんに見ていただきたいなと思います。で、結構僕の中ではこういう派手なマウンテンパーカーは意外と春ありやと思ってるんですよ。だからあんま派手なやつが外れとかあんま思わないんで全然いいんですけど、ちょっとまあピックアップ3つぐらいしましたんで、もう一回スタジオの方戻りましょう。はい、それでは見ていきたいなと思いますので、まず一つ目っていうのがですね、これ僕のめちゃくちゃ思い出のねジャケットなんですけど、それを見ていただきたいなと思います。それがですね、レザージャケットで、ついこの間ルイスレザーの買って3年動画の時に、うわこれやっぱりサイズちょっとゆとりも渡しといてよかったですわっていう話したじゃないですか。でね、なんでそれが言ったかって言ったら、ここに教訓があったんですよ。これ実は15年ぐらい前に買ったレザージャケットなんですけど、その当時ってまだこんな YouTube とか Instagram とかないから、レザーってパツパツで着るのが正しいんやみたいな教えを皆さんから受け取ったんですね。で、多分それで失敗された方結構多いと思うんですよ。それは僕その一人です。サイズがねめちゃくちゃちっちゃいんですよ。で、どんな感じになるんかっていうとね、もうこんな感じ。サイズ合ってないね、わかります？袖とかも全然足りてないし、この肩周りのパツパツ感、首のとこもあの筋出来上がってるでしょ。これきついんですよ。あ、これ後ろどうなってる？ハムみたいになってません？背中のとこ。でもなんかレザージャケットってパツパツに買いなさいみたいな感じで言われたじゃないですか。で、僕これ買うのめっちゃ迷ったんですよ。当時大学生ぐらいやって5万3000円ぐらいやったんですね。大学生で5万3000円ってめちゃくちゃ大金じゃないですか。もう清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちで買うか買えへんかめっちゃ迷ったんですよ。では5万3000円どうしよう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 って、もう1週間2週間考えて買うって決めて、やっぱりレザーはジャストって言われてから、ジャストできたらもう切れないっていう状態なんですけど、僕の実家にありましたんで、実家からの引っ張り出してきました。で、意外とウエストとかは変わってないから前は閉まるんですよ。なのでね、意外とこのウエストとかは全然まあいけるんやけど、それよりもこの肩周りがもうパーツパツになってるから、なんかレザーはとにかくジャストで着ろっていう教え、あれ誰が言ったん？こんなことになってますよ。まあそうやけどね、僕にとってはこれ思い出のジャケットなんですよ。だからまあ買って失敗したって言ったら、まあ本革で、初めての本革で、うわもう大学で学食食べるの我慢してお金貯めてなんとか買ったっていうジャケットなんで、まあ、思い出のジャケットなんですけども、もう着れないっていうことでね。僕はレザージャケットパツパツ派じゃないので、ある程度余裕持って着た方がね、やっぱ長く着れるし、やっぱ革ってほっとったら多少硬くなったりちょっとちっちゃくなったりするじゃないですか。それ考えた時に、そんなジャストで買う必要あるんかなっていうところが僕のまず一つ目の失敗だったんですね。で、二つ目の失敗っていうのが何なんかっていうと、ロングコート系ね。ロングコート系はね、買ったはいいけど見てください、値札つけっぱなし、もう絶対着いひんやんっていう感じでね。春になったらロングコートっていうか、まあスプリングコート、結構ロング丈のやつ皆さん着はるじゃないですか。だからまあもう俺もちょっと一回着てみようかななんて思ったりしたけど、これ何ですか、あの風呂上がりのおっさんみたいになってるけども、この何このだらしない感じ、そしていけてない感じ、あれでしょ、めっちゃくちゃダサかったら笑えんねんけども、中途半端にダサいから一番いじりにくい感じなんですか。普通に飲み会とかでこんな感じでね、あおいっすで、タコお前どないしたんとも言うような感じでもないし、やけど変やしみたいなね。これでなんかこんなの袖とかまくってたりしたら、まあなんかハリーポッターみたいになってますね。ハリーポッタースタイルになってるんかな。でこれ自体がまあ似合わへんっていうとこもそうなんですけど、ロングトコート系って電車の座ったりするのも大変じゃないですか。まあでこれ自体は僕着ないんですけど、前買ってたロングコートとかでもまだちょっと細身で似合ったりしてたんかなって個人的に思って着てたんやけど、この座る時に来ないして座らなあかんっていうのが邪魔くさかったんですよ。なのでね、これを機にね、もうロングコートは俺もハリーポッターになるからもう買わへんって決めて、そっから買っておりません。ただついこの間 JW アンダーソンと GU のコラボの時は、あれは一応レビュー用に買ったは買ったんですけども、まああれもやっぱ似合ってなかったじゃないですか。だからとにかく僕はこういうの似合わないんですよ。でよく言われるんですよ、いや背ある程度、身長178あるからいけんちゃうかって言われて、ショップ店員さんとかに言われるんですよ。お店とかセレクトショップ行ったりしたらね、いや多分お客さん似合うと思いますよ、背もありはりますしって言って、こうやって着るじゃないですか。ちょっと他のアイテム見てきますねって言ってどっか行かれるんですよ。だから言ったやん、俺似合わへんって言ったやんって思うんやけども、なんかこれって多分人を選ぶんやろなっていうことで、まあ僕はこれ買って失敗しております。見てください、完全に失敗してますよね。さっきはパツパツやし、こっちはでかいしっていう、ちょうどええ塩梅ないんかって言ったら、3つ目、サイズ感も次抜群のやつがあるんですよ。サイズ感抜群やのに何失敗したんってことなんやけども、それを見ていただきたいんですけどもね、それがこちらです。あれめちゃくちゃ良さそうやんって、このシンプルな感じ、ただ見てください、タグ付けっぱなしってことは結局はもうお蔵入りしてるっていう状態じゃないですか。でこれ全然サイズ感はめっちゃくちゃいいんですよ。ちょっと一回着てみますね。でさって見てもらっていいですか。あれ全然いいやん、サイズ感いいやんってなるじゃないですか。これなんで着いひんのかっていうとね、前のジップがないタイプの
化繊、これキーヒンなっての気づきました。ちょっとどういうことか見てくださいね。この化学繊維のやつでこのシャカシカした感じで前にファスナーとかボタンがないやつって着ないんですよ。これ使う用途ないんですよ。これパッと見てください。どういう風に見えるかって言ったら読売巨人軍のキャンプインみたいな感じになってるでしょ。あの野球選手のなんかシャカシャカみたいになってるじゃないですか。これ全然僕宮崎で合宿してませんけどもね、こういうのはなかなか使いづらいなっていう風に思いました。で同様にこうやってシャカシャカしてても前にこうファスナーがあったりしたらパッて羽織ったりとか脱いだりとかできるんやけども、この被るタイプのシャカシャカってこれいつ着んのっていう、そのキャンプインがいつ着る時があんのっていうような状態なんで、結局タグついたままもう残すっぱなしなんですよ。だから最初のサイズ感がパツパツすぎる、次はなんかサイズ感がハリーポッターになった、で最後は野球の巨人軍になってるっていうことで、なんか洋服街用の洋服やのになんか全部が違う用途になっちゃったっていうことで、まあ、僕にとってはこれ残念な感じ。これ一応アークテリクスで5万円ぐらいするやつなんですよ。だから別にそれが物が悪いわけじゃないですね。だから僕自身がこれ似合わへんし、こう後ろ姿で見たらなんか寝巻き姿になってますけども、これで気づきました。あのこういうプルオーバー系の化繊、化学繊維、ナイロン、ポリエステルはもう買ったあかんねんなっていうところを、まあ、気づいたということになっております。で世間一般的によく言われるのっていうのが、他にも何個か候補があるなと思ったんですよ。例えばこういったリネンとかウール、メリノウールとかって最近夏場でも結構多いじゃないですか。でそれ以外にやったらやっぱり最近でこそ認知度を得ましたけども、今でもなかなか好きじゃない方が多い、女性は多いけども、バブアー系ね、これオイルがある系っていうことなんですけども、僕個人的にはこの辺は失敗ってあんま思わないんですよ。っていうのもこれはこれでやっぱ男臭くてかっこいいじゃないですか。で僕自身もこれプライベートで着るっていうことで去年の秋とかは着とったんですよ。だからまあ春とかもちょっとインナーもちょっと明るくしたり、パンツもちょっと明るくすれば、この苔むしってる感じの色味ね、これわかります、伝わるんですよ、この苔みたいな感じ、これはこれまたかっこいいじゃないですか。だから全然買って失敗やなーっていうのは全く思わないんですけども、ウール系とかリネン系もまあ洗濯機の乾燥機入れちゃうともうガチガチに縮むから、僕昔やったんですね、ウールのねニットを洗濯機の乾燥機ぶち込んで次上がってきたらなんか S サイズか XS サイズみたいなのちっちゃーくなって、あで嫁こんなん買ったんか、え俺の新品のやつもうこんな縮んでるやんみたいなのがあったりしたんで、まあその辺ちょっと取り扱い難しいなっていうのはあるんですけども、まあそんなに悪くないかなと思うんですけど、とにかくこのレザーがちっちゃいのパツパツ、皆さん見てくれました？自分のことディスってばっかりしてもあかんから、やっぱりポジティブに捉えていくっていうことも大事だから、レザージャケット、しかもこれ本革のゴートレザーって言ってヤギですわ、それはそれですごい素晴らしいんやけど、パッと見たらあれなんかちょっとロックンローラーな感じにも見えますよね。そのパツパツでダサいっていう見方はもちろんできるんだけど、おちょっとロックテイストじゃないかなっていうところがいい着地点になってくるんじゃないかなと思います。でそれ以外で言うと、まあ、このハリーポッターの方に関しては確かにイケてないとか、野暮ったいっていうハリーポッターの雰囲気はあるんやけども、それは逆に言うとこうラグジュアリーな雰囲気って言いますか、ちょっとゆったりしたこう余裕のある男を演出してるっていうところではね、まあちょっと無理があるか、まあ着地点一番いいとこで行くんやったらそんな感じかな。あと思うのが、これちょっと個人差あるか聞きたいんですけど、袖口のこういうリブがなかったり留め具がない袖口あるじゃないですか、このなんていうのボヤーンと広いやつ、これって難しくないです？これちゃんとここにガチンって留めるやつがあったりとか、こうまあベルクロとかじゃないけどとか、このバブアーみたいにこの金具でガチンって留めたりとかできるとちょっと変わってくるんやけど、おじさんの萌え袖誰が見たい？このここ。これ誰が見たいのっていう状態になるから、これなんかどないかしてこのガチンってやったりちょっとリブに変えてくれたりするとまだちょっと見栄えマシになってくるんちゃうかなと思ったけど、手が隠れるからこれどうしようもないですよね、やっぱりね。はい、ということになってますので、以上買ったら失敗ということでね、今回ご紹介させてきました。まあ僕もいろいろ買わせていただいて、やっぱりこんだけ買ってるとやっぱり失敗絶対あるんですよ。じゃあ冬は冬でもちろんあるけども、春でアイテムでミスったなっていうところで言うと、やっぱりサイズレザーで小さく着すぎる、まあ特にオーダーとかされる方とかやったら注意してほしいなと思うし、これロングコート系ってめちゃくちゃ人選ぶから注意してほしいっていうこともそうやし、あと化学繊維でファスナーとか前開きじゃないやつ、ボタンとかがないやつはこれも気をつけていただきたい。いつ着んのっていう、これキャンプ地にキャンプインするんですかっていう状態になりますので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思っております。ということで金額に直すとね、これが5万3000円で、まあ一応でも着とったから元は取ったと思います。でこれはなんぼかって言ったら値段書いてないかな、3万ぐらいやったんかな、これも1回も着てないでしょ。このアークテリクスだってこれ5万円ぐらいしか1回も着てないでしょ。ということで、ゆきちさんが10人ほどね、空に舞っていかれたということで、こんな寂しい思いを皆さんしないでください。ということで本日はですね、買って失敗したアイテムというのをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。